ソウル消防災難本部は、大韓民国ソウル特別市を管轄区域とする消防本部である。本部は、ソウル特別市な各文化の家通り12にある。ソウル特別市行政機構設置条例第18条により、以下のように定められている。消防行政、火災の予防、警戒及び鎮圧に関する事故消防施設の維持、ガスなど危険物安全管理に関する事項。 緊急救助、救急に関する事故をソウル、総合防災センター運営災害、災難、民防衛警報を総括して、指揮統制をする。所長は、地方消防循環。場所は、ソウル特別市中区芸城堂文化の家通11に、ある。地方消防生の所長のもと、119安全センター、119救助隊、水難救助隊を所管する。 ソウル特別市には、エリガー区を除く各区ごとに24の消防署がある。各消防署及び、所属119安全センターの名称、所属119救助隊、水難救助隊の有無は、以下の通り、太地は、消防署と兼用、消防公務員の教育訓練を行う。学校長は、消防循環。場所は、 ソウル特別市随総区教育院通り27にある。韓国大統領府である、聖画台外の火災の予防、警戒、鎮圧の業務を遂行する。体調は、地方消防領。場所は、ソウル特別市小6聖画台前通り50にある。空からの火災鎮圧、人命救助だけでなく、無許可建造物取り締まりのための航空写真撮影や、 自然環境保存のための取り締まり、調査活動、交通情報の提供なども言っている。体調は地方消防領。場所はソウル特別市公正区航空路678にある。ありがとうございます。